こんにちは。好きな女性と仲良くなれたんだけど、男として意識されている感じじゃない。いいなと思う子ができても、いつもいい人止まりで終わる。どうやったら友達じゃなくて男として見てもらえるんだろう。友達なんかじゃない、彼女が欲しいんだよ、とお嘆きのあなた。今日の動画はそんなあなたのための動画です。女性は意外と些細なことで男友達を異性として意識するものなんですよ。今日は女性に意識されるために必要なことを学んで、これまでのいい人止まり、男友達路線から卒業しましょう。まずは意識されるために必要なこととして、一番最初の部分、見た目があります。ああ、見た目ね、イケメンには勝てないよと思いましたか？恋愛だけに絞るとイケメンは有利かもしれません。ですが結婚相手となると話は違ってきます。女性が結婚相手に求めることを順位別に見ていくと、容姿よりも価値観が合う、優しい、健康である、浮気をしない、行動力、決断力があるといった内面的な要素や健康を重要視するという結果になりました。いかがでしょうか？イケメンであるというのはそんなに有利なわけではないんですよ。ただ清潔感はとても大切です。清潔感を見直したら連絡先交換の成功率は5倍近くアップするなんてデータも存在します。清潔感漂う男になって好感度アップを目指しましょう。おしゃれにあまり興味がなかったあなた、そんな人ほどイメチェンをした時の好感度アップ率は高いです。清潔感を漂わせると好感度はぐんと高くなります。髪が整っている、肌が綺麗、歯が綺麗、唇が荒れていない、ヒゲがきちんとケアされている、鼻毛が飛び出していないのような、少し意識をすれば実践できることばかりですので、毎日の自分磨きを怠らないようにしましょうね。次に女心を理解しましょう。男性は見た目がタイプの人や美人に弱いですよね。一般的に男性の方が一目惚れしやすいと言われています。一方で女性は見た目以外の部分も重視します。話が合うかであったり、気が合うか、一緒にいて楽しめるか、安らげるかという面を重要視するんです。なので男性と比べると恋心に変化するまでに時間がかかってしまうんです。男性のスピード感でアプローチをするとガツガツしてるなと惹かれてしまうのです。パートナーがいる時の方がモテるという話を聞いたことはないでしょうか？理由はすでに相手がいるともう探す必要がないため、言葉や態度に余裕があるからなんです。余裕のある男性は非常にモテます。余裕がないとしても余裕がある行動を意識してみましょう。女性に意識されるための重要なポイントが分かったところで、次は意識されるための方法を紹介していきます。まず一つ目は、他の女性より特別扱いしましょう。女性は特別扱いされることが大好きです。例えば職場へのお土産を持って行ったとします。みんなには大箱のお菓子、好きな子には違う何かを買っていきましょう。冗談っぽく、〇〇さんは可愛いから特別と言ってこっそり渡してみてはいかがでしょうか。もしできるなら、彼女の好きなもの、キャラクターや食べ物の好みなどをリサーチしておくとさらに効果大です。私のこと特別って思ってるんだと女性が意識するきっかけになりそうですね。プレゼントされるのは単純に嬉しいでしょうし、それが好きなものであればなおさら喜んでもらえそうですね。自分だけ特別扱いをされていると感じると、不思議とあなたへの興味が湧いてきますよ。ポイントは、露骨に周囲の人と態度を変えるのではなく、あれ？私にだけ？と思うくらいのふんわりとした曖昧な特別感を出していきましょう。2つ目は、冗談っぽく好意を伝えるです。彼女になってもらいたいけど、相手は自分のことを男性として意識していないとき、どうしていいかわからないと頭を抱えていませんか？そんなときは冗談っぽく好意を伝えてみましょう。好意がバレるのを恐れてはいけませんよ。バレても平気くらいの男らしさがちょうどいいんです。また冗談っぽくというのがポイント。自分のことを好きだと思っている相手のことは、よっぽどではない限り嫌いにはならないと思います。だけど恋愛感情を持っていない相手から真剣に好きだとアプローチされても、下手をすると警戒されて距離を取られるかもしれません。直接的に言いすぎると相手は逃げ場がなくなってしまいますし、友人、知人レベルにしか思われていなかった場合、あなたの気持ちが重たいものに感じられてしまうのです。
逃げ場を作りつつ徐々に距離を詰めていきましょう。あくまでも冗談っぽく、まるまるちゃんって気が利くよね、俺気配り上手な子好きなんだよね、一緒にいると元気もらえるんだよね、俺と結婚しよう、料理好きなんだ、もし付き合ったら作ってくれる、これだといかがでしょうか。私のことが好きなのか、ただ言っているだけなのか、よくわからないですよね。それくらいの曖昧な行為の伝え方を何度も繰り返されると、私のこと好きなのかな、冗談、よくわからないけど気になる、そんな状態になれるかもしれませんよ。3つ目はギャップ萌えです。ギャップを感じた時に、ただの友達を異性として意識し始めた、そんな女性は多いんですよ。ギャップと言われても、何がギャップになるのか自分ではよくわからないと思っていませんか。自分のことって自分ではわからないですよね。まずは自分が周囲からどう見られているのかを客観的に捉えることが必要です。友達や家族などに自分がどう見えるのか聞いてみましょう。いつもふざけたことを言って周囲を笑わせている人なら、大事な場面で真剣になった瞬間を見せると効果的です。スポーツもいいですね。いつもクールで何を考えているのかわからないタイプの男性が無邪気に笑ったりすると、母性本能をくすぐられてキュンとしちゃいます。こわもての男性が子供に優しく接している姿にドキドキしたり、真面目そうな男性が飲み会ではお笑い担当で親しみやすくなったなんてお話もありましたよ。ギャップ萌えを狙って好きな女性の心を揺さぶっていきましょう。4つ目は頼りがいのあるところを見せるです。重そうな荷物を持っていたら、重くない？持とうか？と荷物を持ってあげたり、車道側を歩かせないようにしたり、女の子なんだから一人歩きは危ないよと帰り道に声をかけて送ってあげたり、あ、女性扱いしてくれてると伝わると女性は嬉しい気持ちになりますし、あなたを見る目が変わってくるかもしれませんね。5つ目はザイオンス効果を狙いましょう。ザイオンス効果とは恋愛テクニックとしてよく使われる心理学です。単純接触効果とも呼ばれています。初めのうちはそんなに興味がなくても、何度か接触するうちに強い印象を持つようになり、好感を抱くようになるという効果なんです。何かを買おうと思った時に、テレビの CM や SNS などでよく見るものを選んでしまったという経験はありませんか。人は見た回数の多い商品を選ぶ傾向にあるというのは、様々な実験によって証明されています。それがザイオンス効果です。この効果を恋愛に取り込んでみましょう。ザイオンス効果において重要なのは、できるだけ頻繁に相手の意識に上るという一点のみです。この人よく会うなと思われるポジションを確立しましょう。直接会わなくても単純接触効果は得られます。スマホを活用しましょう。 SNS や LINE、メールです。 SNS でつながれたら簡単に単純接触の回数を上げることができますよ。コメントをしてもいいですが、いいねだけでも効果はあります。またお互いにフォローしているなら、自分の写真も載せるようにしましょう。頻繁に会う機会がない方でも SNS でつながっていれば親密度はアップするはず。メールや LINE でも単純接触できますが、しつこいなと思われてしまうと逆効果になってしまいますよね。相手が負担に感じないような内容や回数を意識しましょう。女性に意識されるために必要なこと、いかがでしたか。今日からすぐに始められることもあったのではないでしょうか。実践していただいて、今度こそいい人、友達で終わらせずに新しい恋をゲットしてくださいね。あー納得、なんだか難しい、次はこんな話を聞きたいなどのご意見、ご感想がありましたら、ぜひコメント欄に残してくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。